こんばんは、豊橋で輝く、頑張ってる人たちにね、毎週お越しいただいて、始めやっております。この街いいともの時間がやってまいりました。視聴している皆さん、ありがとうございます。歯切れが悪いですか、すいません。今日は、豊橋技術科学大学の准教授であられます、大村先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大村先生とは実はまた初めましてではなくてですね、大学の先輩なんですね。先輩、あ、そうか。大村さん何歳でした？僕今40、今年6になりますね。あれね、2個上ですね。はい、2個、あ、そうですか。はい、平成11年卒です。あのね、これ、数字がなんでバレちゃうかっていうと、僕大学が大好きで。あ、なるほど。一年多く行ってた。あ、なるほど、なるほど。で、やっぱりほら。ノブリスオブリージュじゃないか、大学行く前にね、見聞を広めなきゃいけないってことで、1年時間かかってるんで、長寿が合いますね。僕は平成15年卒なんで。ああ、ね、76年生まれですね、1976年。76ですよね。はい、そうそう、78年卒ね。ああ、そうです。なのに、11年と15年の卒業の差は、今お分かりいただけると思いますが、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね、今ちょっとこの来る前にどういう話しましょうかねっていう話したんですけど、実は大村先生に来るまでに、例えば技科大のね、前回は客員教授だった篠原先生。で、篠原先生の前は渡来さんですよね。Mキャンパスでとか、いろいろこうスタートアップの流れに今なっているので、せっかくだからそのジャンルをいろいろお話お聞きしようと思ったら、実はこの7月にね、会社を立ち上げたばっかりらしくて。そうですね。はいはい。それ何をやる会社なんですか？豊橋スマートシティプロジェクト、株式会社 TSP という会社でして、うん、で、実はプロジェクト自体は2年ぐらい前からかな、走ってるんですけれども、豊橋の街中にですね、名前だけ言うと Wi-Fi パケットセンサーだとか、Bluetooth ビーコンっていうものなんですけど、まあ、要はですね、それを設置しておくと、人の位置だとか、人の流れがわかる。まあそういった装置を設置して、で街中のその人流をこう解析っていうかな、そういうデータを取っていこう。で、まあいろいろ街づくりとか、あるいはそのお店の方々のマーケティングだとか、そういうのに役立てていこうと。まあそういうことをコンセプトにしている。まあ、会社っていうかな、まあ、プロジェクトですね。例えば、Wi-Fi だったら、僕ら、あれ、街中でフリー Wi-Fi とか勝手につながれてありますよね、はいはい。あれってことですよね。そうですね。仕組みとしては、あれと同じものなんですけど、うん、まあ、ちょっと、データの取り方を変えていて、まあ、通信に使うのではなくて、その、端末の、スマホの位置を取得するっていう使い方をしてる。ちょっと特殊な、装置にはなりますね。つながると、はい、そのスマホを持ってる人がどこにいますよっていうことが認識できて、そのデータを集めれるってことですね。そうですね。はいはい、はい。その Bluetooth ビーコンっていうのも一緒ですか？ Bluetooth ビーコン、まあ、若干こう詳しく言うと仕組みが違うんですけど、まあ、似たような。なるほど、なるほど、なるほど。はい、それで、結果的に、まあ、人の流れが集まると、うん、さっきおっしゃったように、飲食店の人とか、うんうん、これから新しくお店を出そうとしてる人たちは、すごいいいヒントになるかもしれませんね。そうですね。はい。もっと言うと、その行政とかの街づくりとかにも使えますね。そうですね。はい。はい。はい。もうそういうの使ってる事例とか世界にあるんですか？どう使ってるかっていうのは、あんまりまだ、こう、公表はされてないんですけど、まあ、いろんなところで実は同じような取り組みやっていて、例えば富山だったりだとか、会津若松とかかなとか、そういったところではもう設置して、あと岡山とか神戸とかもやってましたかね、はい、とか、まあ、そういうところではかなり導入が進んでいるものですね。なんか富山っていろいろ先進的なんですね。富山はそうですね、そうですね、富山大学、富山県立大かな、はい、とかの先生が入ってたりとか、私も知ってる人なんですけど、かなり、はい、先進的にやってますね。だから4期やった市長さんがいてね、その時にその市電、路面電車をどう位置づけるかとか、はいはいはい、結構その、豊橋なんかよりはるかに人口減少も高齢化も加速してる街で、うんうん、なんかここでこう踏みとどまんなきゃっていう、あれが
あったのか知らないけど、すごい、なんていうんですか、進化した街になってますよね、僕、この前行ってきたんですけど。はい、あ、そうですか。かなり、まあ、テクノロジーでなんとかしようみたいな、気概がある都市ですよね。はい、さっき、その、行政のビジョンっていう話にちょっとなりましたけど、富山なんかは、もう明らかに路面電車で、じいちゃんばあちゃんの足っていう、街中はもう路面電車、車両方なんとなくじゃなくて、もう路面電車なんですよ。その路面電車で行こうっていう。で、そうすると結果的に車という選択肢も浮かび上がってくるわけなんですけど、一番これだけちょっと言いたかったんで、富山駅に電車がぶち込んであるんですよ。駅の駅ビルにドーンって路面電車入ってるんですよ。はい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 、そうするとその路面電車の駅から降りた利用者の皆さんは傘もささずに暖もなく JR や私鉄、私鉄はねえか、他の公共交通機関に登れるし、であそこは日照率が低いからとにかくね、お日様とか日を取れる設計になってるんです。だからその広場みたいなところにばあちゃん結構座ってたし、すごいね、なんかこう人間を重視した設計になってるっていうか、豊橋って公共交通機関だったら必ず階段上り下りしなきゃいけないんですよ。ああ、なるほど。これね、ちょっとありえないですよね。要は、こういうのを知ってるじいちゃんばあちゃんに、とても非常な作りになってるんですよね。バス、タクシー、電車、電車の中でもいろいろ。こういうのが、じゃあ、で、上空の宛てに地下潜んなきゃいけないとかもあるわけですよ。こうなってくると、その人ってやっぱりお日様のところを通るし、なんかそういう意味でも、人流の解析っていうのは大事かもしれませんね。そうですね。どっからどこに流れていくかとか、まあ、従来はね、人手でこうカチャカチャ、数数えて、人の流れとか解析してたわけですけど、まあ、それを、人手をかけずに、で、かつ定常的に、やるような、まあ、システムとしてはそんなシステムですね。だから、いろんなものが見えてくるんじゃないか。まあ、ちょっと具体的にどうっていうことはまだ難しいんですけど、じゃあ何がわかるのって言われるとちょっと困っちゃうんですけど、まあでも、いろんなことに使えるんじゃないかなと思って、そういう整理をしてるんですね。なるほどね。例えば、豊橋でも、J21 ってジャパン21は、途中でもううまくどこまで行ったかわかんないけど、結局バスとか全部にそういう、ね。あ、モビルアイですか、ね、モビルアイ。はいはいはい。結局どこが混んでてってこう、極端な、あれがもしうまくいってほとんどの車に着いたら、渋滞緩和になるように信号も連動させたり、交通渋滞緩和とか、それこそスマートシティになるなって話を聞いてるときすげえなと思ったんですけど、はい、まあ、なかなかそんな簡単にはいかない。ちょっと実はあれの話も僕少し関わって。あ、そうですか。交通系の松尾先生という方がやってらっしゃったんですけど、はい、僕もちょっとお手伝いさせていただいて。でも結構面白いですよね。面白いですね。なんか一個、小池のあたりで信号機が追加されたなんていうふうに、そう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 、成果として聞いてますけど。まあ、松尾先生の方はこう、どういう道路だとか、どういう場所でどういう警報だとか、どういう危険があるのかって解析したりしてるんですけど、僕の方だと、ちょっと、人を中心に、解析をしていて、うん、ドライバー、どういうドライバーが、どういう、警報が多いかみたいなのを見てるんですよね。で、そうすると、なんか、ある人は、こう、ちゃんと警報を守って、安全運転するようになるし、ある人は無視し始めるし、みたいな。で、それと、なんか、人の性格との相関が見えたりだとか、あるいは今だと高齢者の運転、はい、問題になってますけれども、ね、はい、高齢者のあってか、だからその警報の出方ですね、警報の出方を見てると70歳以上と70歳以下で分かれるんですよね。でそうするとその警報の出方を見てるとちょっと高齢者特徴が現れてきたドライバーの方とか、はあ、そうじゃない方とか実は見えてきて、じゃあそろそろ返事をした方がいいですか。まあ、だからちょっと言いにくいですけどね。
うん、でも人が言ったり、うん、そうそう年齢でぶった切ると、いや俺はまだまだとかあるから、そういうので、はいはい、わしことね、まあ、そうですね、ちょっと向き的にというか、ちゃんとデータとしてこうなってますよみたいなサジェッションができると、まあ、受け入れやすいのかもしれないですね、人に言われるよりは。はい、それ面白いですね。早速使えますね。その、そうですね。豊橋なんかはその、高齢で、はい、高齢者ドライバーってよく問題って言われる、はい、あなたたちも好きでやってるわけじゃなくて、うんうん、やっぱりその、買い物とか、病院とかに、ね、必要に迫られてるんですよ、ね。そうなんですよ。だからそうならないための、だ逆にそういう人たちが使わざるを得ない人がどこに住んでるかっていうデータも多分取れちゃったりするんですよね。ああ、そうですね。それはもちろん。はい、だからそういうところにこう、より無理なくそういうシャトルバスじゃないけど、そういうのを通すとか、うんうんうん、いろんなアイディアが出てくるかもしれませんね。うんうん、街のそのサービスとして、うん、参考になるデータにはなると思いますね。はい、やっぱこの DX とか AI とかってやっぱ言葉が踊っちゃうんですよね。その国会でもその衆議院の経済産業委員会なんかで、うん、もう役人もカタカナばっかり使うから、うんうん、もうルー大柴状態ですよ。もうイノベーティブでチャレンジングなトライアルにって、お前それ全部日本語に言い換えろよみたいな。はいはい、結局もう言えばいいみたいな。DX とか SDGs って言えばいいみたいになって、だからそういうのにじゃあ具体的にってやっぱり示していくのって多分普及に向けた大切な課題なんですね。うん、まあそうですね。うん、で、ちょっとある例を言うと、やっぱり AI とか、そのディープラーニングとかってあったじゃないですか。はい。で、やっぱり機械が、経験として学んでいって、それを覚えて修正と、モナリザ風の絵が描けるとかね、はいはいはい、ああいうのありましたけど、はいはいはい、あれ、ビームスっていう会社が、はい、それを営業に使ったんですよ。営業？どうやって使ったかっていうと、はいはい、人の人流をサーモグラフィーみたいな、はいはいはい、温度みたいなやつにで見えるようにして、はいはい、一番売れないやつを赤いところに置いて、はいはい、まあ、通らないところにもう何してても売れるようなものを置くと、その温度のバランスが良くなって、っていうので、リアルタイムで変更できるんですよ。なるほど、なるほど。っていうのをビームスはやっていて、うんうん、あ、だから AI とかってこうやって使っていけるんだ。で、これ実はコストコとかああいう、ものすごいでかい、なんていうんですか、うん、ああいうところでも、スーパーマーケットというかでも、商品配置とか。そうです、そうです。うん、ここでもやっぱり可能みたいで、うんうんうん、海外とかではそういう使われ方もすごい進んでるみたいですね。うんうん、豊橋は豊橋なりの、ね、豊橋スマートシティっていう会社ですもんね。あ、TS 豊橋スマートシティプロジェクト、ね。豊橋スマートシティ、はい、豊橋って言うからには、この街に特化した話ですもんね。まあ、まずは、はい。ね、だそういうふうにできたらいいですよね。うん、はい。ちょっとその話は引き続きいろんなね、あ、ちょっと言い忘れちゃいましたけど、はい、鬼祭りの時に、はいはい、鬼がどこにいるかっていうのが、ね、鬼床の話ですか、はい、分かるアプリっていうのがあって、はい、これ開発した方ですね。そうですね。鬼床ね。僕だけじゃなくて、他に水谷先生って方とか、うん、あと、まあ、ウェブインパクトの木村さんって方とか、うん、まあ、ウェブインパクトさんですね、会社として。とかと一緒にやらせていただきました。はい、ね、鬼、いろんなとこ行っちゃうから、今どこにいるか見たいわって人は、それを見たら一目瞭然と、こういう話ですね。そうですね。はい。だから、ね、またいろんなところで私たちの伝統とね、融合しつつあるということだと思いますが。そうですね。はい。またちょっと早くなりましたね。これそろそろお友達をお友達ご紹介いただきたいと思います。はいはい。じゃあですね。ちょっとまあいろんなことをやってるんですけれども、医療に、はい、割ともともと興味を持っていて、で、医療系のこともちょっとやってるんですよ。で、今ですね、ハートセンターさん、はい、豊橋ハートセンター、はい、さんとスマートホスピタルをやろうっていうので議科大とやってまして、はいはいはい、で僕もちょっとそこに関わらせていただいて、でそこの鈴木さんをお呼びしたいなと思ってます。僕何年か前あれ見ましたよ、イラスト、スマートホスピタルのイラストありません？こうやって建物バーンって割ったような、あ、一般に出てるんですか？そうそう、はいはい、あ、まあ、ありますあります、はい、
ちょっと待ってください。鈴木さんで、これでいいかな。あ、フェイスタイムしちゃった。ごめんなさい。あ、もしもし、鈴木さんでいらっしゃいますか？はい。あ、はい。あ、どうも、技科大の大村です。あ、どうも。どうも。はい。見て、あ、鈴木さん、こんにちは。会議中で。あ、そう、会議中。はい、すいません。あ、すいません。じゃあ、会議中だと思うんで、じゃあ、ちょっと結論だけ言っちゃいますね。はい。あ、来週、お越しいただけますか？ありがとうございます。ありがとうございます。お忙しい中出ていただいて。すいません、会議中に。いえいえ。来週よろしくお願いします。さっき終わったとこで。あ、そうですか。はい、はい、はい、また、ご連絡させていただきます。はい。はい。よろしくお願いします。はい、失礼します。ありがとうございます。はい。ね、会議中中ね。昔笑っていいと思う本当の間違い電話とかありましたけどね。これもありましたね。ね、そういうのがあるといいですけど。もろ世代ですよね。そうですもん。めちゃくちゃ世代ですよ。だね。お昼の間違い電話なんかそうですかね。笑っていいと思うパクれる今の自分の環境に感謝ですけれども、さっきのあれですね。人流解析っていうのはすごい街づくりにはとっても役立つかもしれませんね。ああ、はい、はい、ええ。ねえ、その物理理系の基礎研究じゃないけど、じゃあそれが何の儲けになるんだって言うとならんけど、結果的に全ての産業とか科学技術の時代になるんでしょうね、はいはいはい。僕NHK の記者だった時にたくさんの街づくりの失敗事例って取材してきてるんですよ。でも失敗事例はあまりにたくさんあるんでニュースにならないんですよ。たまーにある成功事例だけニュースになるんですけど、うんうん、これ成功事例の共通点はもう数少ないから分かるんですけど、人間の流れの理にかなってるんですよ。例えばここに A という場所に、何かを作ったら、はい、こういうふうに流れができるはずって言って作ってできた試しないんですよ。そういうの結構全国溢れてるんですけど、ここにこういう道を作ったらここみんな通って歩きながらなんか人の流れができて、その公園に向かう道ができる、人混みができるはず、絶対できないですよ、これ不思議なこと。じゃあ共通点はというと、かつて例えば旧東海道とか、あとはなんか神社の参道っていうんですかになってたとか、僕はその紙なんかこう神秘的なことを、そういうのが理由だって断言してるわけじゃないですよ。だけどなんかそういう気の流れとか、なんかそういう人の流れっていうのは、気の流れ、なるほど、なんか、うん、そういうのがとしてしか説明できないなっていつも思うんですよね。だそういうただもっとちゃんとロジックがきっとそこには眠ってるはずだから、はいはいはい、そういうのを解き起こすのはとても面白い取り組みかもしれませんね。どこまで僕も専門じゃないでやってるかわからないですけど、いわゆる街づくりを対象にした研究分野っていうのもあって、多分そういうところだとその ミクロ的には多分人の流れをどう作れるかとか、あるいはマクロ的に見た時に街が拡大していくかとか、うん、街道ができていくかとか、多分そういうのを理論的に解析とかやってるんじゃないかなというふうに思いますけどね。あ、うん、そしたらその理にかなった都市計画とかできるかもしれませんね。そう、まあ理論はあるみたいですよ。豊橋も実は都市計画でなんか明治の時かなかなんかに、いわゆる今田園都市、はい、デジタル田園都市とかって言ってるじゃないですか、はい、本当にその田園都市をイギリスとか本場で学んだ方がどうも豊橋って今設計されてるらしいんですね。へえ。でその設計がかなり残ってる街らしくて、へー、はい、で、まあ、ちょっとこの前そういうプロジェクトをやったんですけど、なんか
まあ、もちろんあの時代にそぐわなくなってきたところもあるんですけども、本当にそのいわゆるその当時の田園都市のコンセプトっていうのがきちんとこうインプリメントされてる割と軽有なあの都市らしいですよ。へえ、はい、なんかそれはあれですね、うまくこう世の中に知らしめたい話ですね。そうですね、うん、面白い話でしたけど、はい、ね、あ、そういうのを専門でやられてる先生も義科大にはいらっしゃいます。なんか義科大シリーズになったら、だらあれなんですよね、義科大って恐ろしく知られてないんですよ。で、地元の方にですよね。そうですね。話を聞くとやっぱめっちゃ面白いし、はい、いろんな人いますよね。いろんな人います。はい、このね、スマホのこの縦横、縦横の認識するのもね、義科大でやってる人いますよね。あ、そんなの。そうなんですよ。縦横認識。あとはその、はいはい、床から、充電しながら走る車とかね。あ、そうですね。はいはいはい。はい、やってます、ね。あとはこう、色弱の人がどう見えるかのメガネを開発した人とかね。うんうんうん、僕それ取材して世界ニュースになったんですよ。ああ、そうですか、うん。NHK 時代ね、うんうん。というように、義科大って結構、ほんと、ね、引き出しの宝庫っていうか。だから、そういう意味ではあれですね、義科大の方、関係者の方が2人続いてますけども、これからも定期的にそういうね、まさに産学官っていうのがこれだけ強みを出す地域も珍しいでしょうから、うんうん、あとは行政とかがしっかり心の目を開いてね、義科大とかにきっちり手をつなぐっていう、まあ企業もそうですけどね。いや、今日は貴重なお話をありがとうございました。ありがとうございました。豊橋技術科学大学准教授の大村先生にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、また来週。ありがとうございました。